2周目の方が難しいんですよね。そうですね、同じのを2周やるのが難しいです。はい、では選手の演技をご覧いただきます。ショートダンスは3月2日大会1日目に行われます。フランスのカップル、ガブリエラ・パパダキス、ギローム・シズロンです。15歳と16歳という若いカップルですが、予選では1位でした。それも大差をつけていたんですね。この世界ジュニアは2年連続2回目の出場となります。昨年は22位でした。選んだリズムはワルツのみです。キーポイントです。キーポイントです。キーポイントになります。ここもキーポイント。もう一度キーポイント。キーポイントになります。でクリエイティブパートになります。ロテーショナルリフトです。シークエンシャルツイズルなんですけれども、女性が転倒してしまいました。ミッドラインステップシークエンスですね。ちょっと合ってないところがありますね。フランス代表ガブリエラ・パパダキス、ギローム・シズロンでした。ツイズルで失敗があったので、はい、ちょっと点数がかなり低くなってしまうと思います。ツイズルがそのまま抜けてしまうので、ツイズルの点数が。そうなんですよね、うん、あれはもうあのノーバリューというこのことになってしまうんですね、はい、点灯の減点も入ってしまう。そうですね、予選は2位と大差をつけての1位でした。思っていた通りにできた、とてもいい出来。でも本当の試合はこれからと話していた2人です。大人っぽいですよね。そうなんですよねあの年齢を紹介していて本当かなとちょっと思ってしまうくらいに。私もあの会場にいて見た時、はい、全然年齢とか知らなかったんですけども、ああ18、19くらいかと思ってました。そうですよね、うん、もう卒業くらいのねフランス・リヨンで練習を行っているという2人です。で、女性のお母様もコーチをしているということです。
こがアウトエッジに2人なってるかがキーポイントの一つですね。スピードもあってすごい良かったと思います。はちょっと残念でした。そうなんですね。ちょっと個人的には動きが硬いところがまだあるかなと思うんですけれども、はい、でも表現も大きいですしスピードもありますし、これからは楽しみだと思います。そうですね、何せまだ15歳と16歳ですからね。予選の出来についてはフランス選手権の時の方がうまくできたけれども国際大会ではベストの出来だと思うということで、ずいぶん自信を持っているという2人のコメントでした。ジュニアですといろんな大会でそれぞれ実力を発揮できるというところまではなかなかいかないので、大会によって順位がずいぶん変わってしまうこともありますよね。今回は転倒がありました。得点を待つキスアンドクライです。ここに松を飾ってあるの気がつかれましたか？あ、そう、全然気がつきませんでした。ここ座られたんですよね。はい、座りました。そうですよね、はい、後ろのデザインも松になっているんですけれども、スコースプリースフォーギャビアはパパナキスカンヌの町の木なんだそうです。それでそれをデザインしたんだそうです。フランスへガビアラパパダキス選手はギヨンセジホン選手のショット得点が出るようです。テクニカルエレメンツ 24.43、 プレゼンテーションスコア 22.25 でした。女性に転倒になりました。ディダクション1 45.68 というショートダンスの得点でした。7番滑走でここまで滑った中での1